1910年、明治43年3月15日、兵庫電気軌道の一部開業によって、山陽電車の歴史が始まりました。1923年、大正12年には神戸姫路電気鉄道の明石姫路間が開業しました。1927年、昭和2年には旧兵庫電気軌道の線路と旧神戸姫路電気鉄道の線路とが結ばれ、神戸姫路間の電車の線路が1本になりました。
ご覧いただき、ありがとうございました。できましたら、チャンネル登録をお願いします。